はい、こんにちは、勝又です。ということで、本日、1月8日、2020年、明けましておめでとうございます。えー、多分、動画の中でちゃんと明けましておめでとうございます挨拶してなかったと思うので、全部年末とかね、年明ける前に撮った動画を公開してたので、結構年明け感が全然なかったと思いますが、現在が1月8日ということで、年明けでございます。えー、皆さん多分、学校行ってたりとか、 いろんなね、仕事始まったり、新しい、えー、新学期というか新年が明けたと思いますけども、本日はご報告動画ということで、えー、皆さんね、動画の中でも、えー、ちょっちらちら見えてたと思いますが、こちらの指輪の正体、何かというと、もちろん、左手の薬指ということで、<laughs> 左手の薬指ということで、勝又結婚いたしますということで、 まあ、しますか、してますかな、もう <laughs>。まあ、今月、正式には今月入籍いたしますけども、無事、無事、言いかだかしいかな、結婚することができました。嬉しい限りです。ありがとうございます。それも、これも、この見てくださってる視聴者さんの皆さんで、僕がね、YouTube をやっていなかったら、出会わなかったなっていう、まあ、そんな出会いで、そんな人でございます。すごく、 いい人です。<laughs> 僕にとってね、最高のパートナーでございます。ということで、まあね、あのー、もっとね、よりこう、身近な YouTuber というか、もう皆さんの身近な存在でいれるような人間に多分これからもなっていけたらいいなという覚悟も決めれるような結婚でございます。 まあ今までね、僕、こう子供とか全然いなくて、まあもちろん結婚したいので子供いなかったし、まあいとことかね、そういうのはいましたけども、まあやっぱ子供、すごい好きで、あの、すごい早く、もう18、19、20の時ぐらいにはもう欲しいなってずっと思ってたんですけども、まあ相手はいたんですけどもね、そうはいかず、<laughs> そうはいかずっていうかもう全然そういう、 なんだろう子供作るとかそういうことはしてなかったんですけどもやっぱり結構結婚できるっていうような状況に至らなかったのでそういうことは今年のねもう27歳もう2020年にはもう28歳になりますけども僕もまあできなかったんですけども無事無事というか本当にありがとうございますって感じです僕の中でもなんかずっともう多分もう結婚できないんじゃないかななんて思ってたんですけどもできる喜びも ありがとうございますって感じですね。こう、家族ができるってのはやっぱすごくありがたいことです。マジで。まあそんなこんなで、あのー、ご報告ですけども、そういったことがあります。で、こちらのチャンネルでは、まあ2つチャンネル持ってるので、もう1個の方でも報告動画出してるんですけども、こちらのチャンネルでは、なんと、多分、 結婚式やるんですけども、結婚式の模様を、えー、編集してお届けすると思います、はいまあ。なぜかというとですね、それまた今度にしようかな。特別なウェディングをするんですよ。なので、まあ、それもね、えー、皆さんお楽しみにしていただければ、えー、全年齢で楽しめると思います。もう子供も大人も。まあ、特に大人もかな。僕世代とか。 すごく楽しめると思うので、ぜひお楽しみにしててください。で、あと、まあ今後ね、えー、奥さんの方と一緒に YouTube、もしかしたらやれたらいいなと思ってますので、新チャンネルだったり、なんかこう、できた際には、ぜひ動画、応援のほどよろしくお願いいたします。はい。まあそんな感じかな。ということで、えー、年明けたので、またガオーレしに行ってね、 まあいろいろ、ど、ど、いろんなゲームやり行って遊びたいと思います。動画撮りたいと思います。それでは、ありがとうございます。またご報告できれば、すぐします。それではまた明日。